大園桃子は、日本の経営者、元アイドルであり、アパレルブランド、フィルムを運営する費用株式会社の事業主、女性アイドルグループ、乃木坂46の元メンバーである。鹿児島県創始出身。身長156センチメートル。血液型は、O 型。愛称は、桃ちゃん。5歳から中学2年生までピアノを習い。 小学5年生から中学3年生まで剣道を習う。しかし、どちらもあまり身につかなかったと本人は語っている。一方、書道の方は上達が早く高校1年まで続けた。総市内の中学校を卒業後、鹿児島県立総高等学校へ進学。実家が最寄り駅まで車で四十分のところにあり、 公共交通機関がない地域なので原付バイクで通学していた。高校では野球部のマネージャーをしていたため習い事はしていなかった。しかし、マネージャーとして練習試合と一部の公式戦で野球場の場内アナウンスを担当していたことがあり、乃木坂46加入後にこの経験が生きたと語っている。現在でも時折披露することがある。 一歳上の高校の先輩に勧められ、乃木坂46の3期生のオーディションに応募。一時審査合格を知ったのが二次審査の4日前だった。二次審査では、特技披露をするつもりで準備をしていた木刀を、マイク代わりにして、荒垣結衣の赤い糸を歌った。その後、三次審査も通過し、四次審査では、エリカのあなたへ送る歌を歌った。 2016年9月4日、乃木坂46の3期生オーディションに合格。加入時の発表で3期の暫定センターに選ばれた。合格発表後、LINE ラ,ライブで乃木坂463期生決定スペシャルが生配信され、合格発表と同時に乃木坂46での活動を開始。出版社コラボレーション特別企画賞で週刊ヤングジャンプ。 フラッシュスペシャル、月刊エンタメ、ボム、月刊 AKB48 グループ新聞の特別賞を受けた。同年12月10日、日本武道館で行われた、乃木坂463期生、お見立て会でファンに初披露した、命は美しいで、センターポジションを務めた。同年12月19日、乃木坂463期生ブログが開設された。 一日一名ずつのリレー形式となっており、大園は12月22日より12日ごとにブログを書いている。2017年2月2日から12日にかけて3期生、初公演となる3人のプリンシパルが15、公演実施され、大園は唯一2月4日の昼公演に出演した。同年3月22日、乃木坂46のセブンティーンスシングル、 インフルエンサーに収録された初の3期生、楽曲、3番目の風でセンターを務めた。同年7月10日放送の、乃木坂工事中において、乃木坂46の 18th シングル、逃げ水で、与田ユウと共に初選抜にして、初のセンターを務めることが発表された。2018年5月1日、NHK 鹿児島放送局の、高校野球中継応援マネージャーに就任。 同年6月11日、鹿児島県総市特別 PR 大使に就任。2019年4月12日放送の、金曜日のドッちに単独出演を果たす。同年4月14日、ラジラー。サンデーの第2、第4日、曜日レギュラー MC に就任。2019年5月8日発売の雑誌、アンアン2150号より、美容の坂道上り隊の新メンバーとして、 連載開始。2020年1月 NHK オールアクアリウム c o オブ m a のスペシャルサポーターに就任。同年9月13日21歳の誕生日を迎えインスタグラムを開設した。2021年7月4日自身の公式ブログを更新し、同年9月4日でグループを卒業し芸能界を引退することを表明した。 乃木坂46の3期生として初の卒業メンバーとなる。同年8月22日の真夏の全国ツアー2021福岡公演が大園が乃木坂46の一員として望む最終公演となり大園の卒業セレモニーが行われた。また卒業公演後の福岡から生出演したラジラー。サンデーが同番組への最後の出演となった。 同年9月4日、芸能界を引退。同日、乃木坂46オフィシャル YouTube チャンネルにて3期生、楽曲、思い出ファーストのメガボルトが公開され、このメガボルトが大園を含む3期生12人で、出演する最後のメガボルトとなった。5日深夜に放送された、乃木坂工事中が、最後の出演番組となり、本放送終了をもって5年にわたる芸能活動に、 幕を下ろした。同年9月13日、自身のインスタグラムにて、アパレルブランド、フィルムを10月上旬にオープンすることを発表した。発表と同時に、アパレルブランド、フィルム専用のアカウントを開設した。愛称は、ももちゃん。坂口珠美からは、ももんごと呼ばれているが、本人は、嫌がっている。斉藤飛鳥かからは、ゾノツチと呼ばれているが、大園は、 ぞ、のっち呼びは、アスカさんだけですので、くれぐれもお間違いのないように、ご注意くださいと述べている。涙と鉛が印象的で、2019年4月15日放送の、しくじり先生俺みたいになるな。2019年7月5日に公開された映画、いつの間にか、ここにいる、ドキュメンタリーオブ乃木坂46など涙する場面が挙げられている。好きな食べ物は、トマト、 黒豚しゃぶしゃぶ。好きな映画はシザーハンズ。好きな曲は、乃木坂メンバーの一人一人が10分程度の番組をプロデュースする46時間 TV の恒例企画、乃木坂電子代で大園が熱唱した奥花子の変わらないもの。本人は過去に特技はないですと言っているが、小学5年生から中学3年生までピアノ、剣道、 高校1年生まで書道を習っていた経験がある。2017年8月7日放送のテレビ番組、乃木坂工事中の18枚目シングルヒット祈願企画で、ウミガメに会うためにスクーバダイビングのシーカードライセンスを取得した。2017年5月9日から14日にかけて行われた、乃木坂463期生単独ライブでは、君の名は、 希望ピアノで生演奏した。三期加入時の暫定センター。サイリウムカラーはピンク緑。親しい先輩は白石舞、斉藤飛鳥、高山和美、星野美波、樋口香奈、北野雛子、伊藤純奈。同期の佐藤楓とはオーディションに四次審査の時に同じホテルになり仲良くなった。北野とは猛子、ひいこちゃんと呼び合う仲である。また、 同期である梅沢南のことを嫁と表現する。四期生のイみや霊と筒や雅が好きな先輩として大園を挙げている。乃木坂46で好きな曲は今話したい誰かがいる。乃木坂46のセブンティーンスシングルインフルエンサーのタイプ C に特典映像として収録されている個人 PV バージンブリーズの撮影の時点では 芝居の経験はゼロに近く、ドラマの撮影に挑戦したのは初めてである。乃木坂46坂道 AKB 乃木坂46ありがとうございます。